スノーヒル島は、ほぼ完全に雪に覆われた、長さ 33km、幅 12km の島である。南極半島の東岸に位置する。アドミラリティワンにより、北東部でジェームズ・ロス島と分離されている。南極大陸で、南アメリカ大陸に最も近いグレアムランドと呼ばれる半島の周りにある、いくつかの島の一つある。この島は、 1843年1月6日に、ジェームズ・クラークロス率いるイギリスの探検隊により、発見され、大陸とつながっているかどうかはわからなかったものの、拉致の見える近隣のシーモア島と比べて、雪に覆われた部分が目立っていたことから、スノーヒル島と名付けられた。この地が島であることは、オットー・ノルデン・ショルドに率いられた1902年のスウェーデンの探検隊が確認し、 近隣の島やノルデンショルド湾を探検する際の基地を置いた。彼らの基地は南極条約の下で保護されている。湾に隣接する263ヘクタールの海標からなる島の南西端には約4000外の皇帝ペンディンのコロニーがあるためバードライフインターナショナルにより重要野鳥生息地に指定されている。南極半島付近の島にはこのようなコロニーが2カ所ある。 もう一箇所は、リオン諸島である。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、アメリカ地質調査所が作成した次の文書本文を含む、スノーヒル島。ありがとうございます。